はい、どうもぬっきーと申します。今回は新大久保などにあるマカロンカフェマカプレッソのお店の紹介をいたします。実は私2022年にこのお店を経営する会社でお仕事をさせていただいたことがありまして、まあちょっとだけ一般の方より詳しいですというわけでご紹介したいと思います。まずマカプレッソへの行き方なんですけども、新大久保駅を出て信号を渡って右に曲がってまっすぐと、で韓国居酒屋、駅前酒場を通り過ぎます。そうすると見えてきます。で信号を渡って1階に人生4カットという韓国式プリクラのお店のあるビルの2階がマカプレッソの売り場となります。では行ってみましょう。階段を上がって2階に入ります。そうすると、マカロン、トゥンカロンがですね並んでいて、レジがありますのでそこで注文します。私はお土産用も考えて持ち帰りを頼みました。で、お店自体はですね2階から4階までありますのでそれぞれの席を利用できます。で、イートインも利用可能のようです。まあ、詳しくはお店の方に聞いてみてください。私はこの行った時にですね3階と4階に誰もいなかったのでイートインとして入ってみました。はい、まずは2階の様子がこんな感じです。続いてですね3階、オープンカフェもあります。で、中身を開けてみましたら、こちらがマカロン、正しくはトゥンカロンです。意味としては太っちょマカロンという意味です。で、取り急ぎピュアバニラを食べてみたっていう食レポをお送りします。はい、濃厚なバニラ味のクリームがとても美味しかったです。さあ、そして、4階になります。 SNS 映えする撮影スポットとしても利用できます。とても綺麗でおしゃれです。はい、というような感じでですね、マカロンもトゥンカロンも美味しいですし、飲み物やかき氷などのメニューも充実している新大久保のマカロンカフェマカプレッソはおすすめです。ありがとうございました。